今日は森田どこ行くんや今日は、はい、今日は社長の大好きなところに行きますよ。あ、大好きなところか、はい、あ、ほんじゃあれやな、心斎橋の門座やなみんな大好きかもしれんけどエースコックさんにお邪魔しております。おーエースコック、お、はい、わしも好きなんやもん、はい、何でもね、はい、今日は美味しいカップラーメン食べさせてくれるらしいですよ。え、行こう行こう、じゃあそれでは早速行きましょう、はい、ゴーゴー三国社長たちがやってきたのはワンタン麺やスーパーカップでおなじみのエースコック。中村さんが案内してくれます。めちゃめちゃありますね、商品が。すごいですね、これはすごいですね、うん、そうですね、年間で言うと、150から200食っていうところが、発売するアイテム数になっております。150から200種類、はい、種類があってことですか。そうです、150から120食の新商品が出ているというような、200種類、はい、新商品作るのもなかなか大変なんじゃないですか、うん、そうですね、まあ、実際にもうどのようなものが売れるかっていうのはやっぱり分かりませんので、うん、あらゆる視点を持って、開発していく、やっぱりそこはかなり大変なところではございます。なるほど、ね、我々もねちょっと一枠買いましょうか。あ、ほんますか、やっぱね、うん、我々アイデアマンですから、はいはい、ということで少しでもエースコックの役に立つためにオリジナルラーメン作りに挑戦です。二人のためにたくさんの具材用意していただきましたよ。ありがとうございます。自由に使っていいということですよね。そうですね、麺とスープに関しましてはスーパーカップの醤油、味噌、豚骨を、準備させていただきました。なるほど、あとはもうこの具材を自由に使ってください。いいんですかこれ。はい、これとこ、これとこ、あ、玉ねぎを社長がファーストテイク、さあ結構な量じゃないですか。これは多くないですか、なかなか。おっと、コメントしては原価を考えて、エビ原価考えて、エビ解かない、エビは僕できた、僕完成しました。あ、完成しましたか。はい、具材が、はい、エビ、はい、イカ、はい、ネギ、はい、キャベツ、ほう、紅生姜、揚げ玉、はい、あ、これは大阪お好み焼きラーメンです。お好み焼きラーメンということで、この量入れたら何本くらいに売らなダメですか。500円。めっちゃするやん、めっちゃするやん。はい、できました。はい、社長はじゃあ初めに選んだのが醤油スープということで、醤油スープですね。そして具材の方を発表お願いします。はい、具材の方ですね、玉ねぎですね、はい、明石のタコに見立てたイカですね。古いな。それとふんだんのナルトということで、なるほど、徳島ラーメンです。別のラーメンだって。徳島ラーメンってそんなんなんか。出来上がりましたよ。グーパンパン。こんなん見たことないわ。うわドロドロ や, いやほんまにお好み焼きみたい。うわ、うまそう、うまそうに食うな。ちょうさん、どうですか。完全にお好み焼き。嘘つけ。香りはすごい、あのお好み焼き感は伝わってます、ね。ナルト多いな。うわ、うまそうやな。まあ、それでもうまそうっすね。うん。なんか。海水浴に来たような気分ですね。食べて欲しかったな、中村さん、ね、食べてみたかったです。またね、うん、参考にして、はい、もし食べてみてよかったら商品化も、はい、よろしくね、検討させていただきます。中村さんも通ってきてるやっぱこれぐらい、はい、ただこれで終わりではございません、うん、なんと本日中村さんがですね、エースコック一押しの商品ご用意していただいております。よっと、食べたい、食べたい、早く食えるぞ。食べたいっすよね。ただし、今からエースコッククイズで対決していただいて、その正答数が多かった片方のみが食べることができます。エースコッククイズ。よし、勝負や。それでは早速問題です、こちら、はい、即席麺、スープ等の製造を行いカップラーメンのイメージが強いエースコックですが、1948年の創業当時はホニャララだった。靴紐の製造業。飲食とは言いました。飲食か、忘れてるじゃないですか。共通点で言うと麺に、はい、麺ですか。はい、じゃあマスト、パン屋だった。おお、正解。じゃなんで。というわけで正解はこちらです。パン屋さんだった。すごい。なんで、なんで。小麦から行きました。1948年パンの製造から、始まったのがエースコックになります。続いての問題はこちらです。はい、
業界で初めて大盛りカップ麺、お餅入りカップ麺、ホニャララ付きカップ麺の商品を発売したということで、ね、はい、はい、マスト、お年玉付きカップ麺。おお、あ、いや、まあまあでも発想的にはそういうことなのかもしれないですね。はあ、分かった。はい、じゃあ社長、おみくじ。正解でございます。正解、正解はこちら、はい、おみくじ付きカップ麺でございました。どうやったんですか、反響というか。そうですよね、話題にはなりましたね。はい、確かにこういう楽しさがいいですよね、遊び心がいいですよね。そうですね、うん、第3問がこちらでございます。エースコックの企業キャラクター、うん、小豚は現在ホニャララ代目の小豚でございます、さて何代目でございましょうということでお考え。もうこれ数字ですから、はい、せーの、7。お、7と6。違います。当たるか。5。違います。え、お、4。正解。勝者は2対1でマストの勝利。イエーイ。マストさんには私のおすすめの豚キムを食べていただきたいと思います。やった、好きなんですよキムチ。いいですね。MC を頑張っていただいた森田さんにも、はい、豚キムチラーメンがいいんですか。はい、なんで食べていただければと思っております。それだったら1杯目食うてないからいいでしょ。なんでなんでって言われなかった。頑張ってたか。すごい、おい。はい、というわけで出来上がったもの届きましたよ、これ、はい、うまそうな匂いしてますね。はい、うん、うわ、喉越しがすごいな。あ、書いてる。もう喉越し麺って書いてんもん。いや、いいよね。いただきます、うん、いや、これすごい 1.5 倍だけあって、やっぱ辛みの喉にグーってくる感じがもう最高。めちゃくちゃうまい。パンチあるね。パンチあります。お世話になりました中村さんにお礼と、あと社長も美味しい思いしてないので、はい、最後にじゃあ社長の締めのギャグよろしくお願いします。はい、キムチ、キムチ、美味しいキムチに蓋をするパカ、蓋キムチ、キムチ。どこで終わるねん。終わりか。フィニッシュ。ここで。フィニッシュ。はい、中村さんいかがでしたか。ごちそうさまでした。あ、素晴らしい。豚キムチ、はいはい、ごちそういただいて。どこが美味しいかは企業秘密ですよ。そうですね。